こんばんは。呂布さんは懲らしめたとして、その後の復讐とか逆恨みというのは怖くないんですか？全く怖くないですね。あれでしょ？その俺に、俺の盗撮したりとか、俺の、コピー CD 転売したりしてるやつを、俺が懲らしめてってことでしょ？で、そいつらが逆恨みして何か仕掛けてきたらっていうのでしょ？はもう全く怖くないね。うん。まあ、どう考えたって向こうが不利な状態で、これは向こうのいろいろもう掴んでるから、できないと思うけどね、そんなこと。てか、そういう、例えば、俺に、自分、まあ、向こうが捨て身だったら別だよ、その、ね、その鉄砲玉みたいにさ、捨て身で来るんだったら別だけど、向こうはその安全圏で、ダメージを受けないように俺に嫌がらせをしようと。するはずなんだよね、復讐を。逆恨みだったら。で、そういうね、で、それってよっぽど頭使わないとやっぱ無理だから、そういう賢いことができるやつは、そもそもね、俺を怒らせるようなことをしない。その、名前出して、盗撮したりだとか、その、すぐにたどられるような状態で、コピー品を売ったりとか、そもそもそういうアホなことをしないので、大丈夫だと思いますね。俺がすごい賢い、すごいこう力を持ってるやつを懲らしめて仕返しされるっていう可能性は全然あるけど、もともとそういうやつじゃないからこそそういうことをしてるっていうかね、その出発点がね、違いますので、大丈夫だと思います。って聞いて若干下品なラッパーってなんでこんなに調子いいんだ。導火線に火火弾にミス病に薬と免疫濡れた髪を乾かし何もない日にも与える価値。